番後ろ確保。今日はね、あ、光って見えない。今日は小倉です。お昼はここ OCM。オリジナルポテトでしょ。違う、何する。これで、追加でケチャップとマスタードでしょ。うん、1個交換しよう。うん、どっちでもいいよ。これがオリジナルポテトで、オリジナルハッシュ、ハッシュポテト。いただきます。超でかい、超でかい。うん、おいしい。やっぱ OCM やね、サンドイッチは。ね、安定の味ですね。後ろ下がり安定の味ですね、やっぱりね。おしんはおし、ちょっと階段ね、急だけど。 OCM でした。リバに来ましたが、陶器市、わ、全部あんじゃん。定価だけどね、うん、2800円と。これこの前買ったやつ、これが1500円か。これも欲しいやつでしょ、サイズ的に。買えばよかったあの時買えばよかったパターンね、やっぱ見たらね。前乗りで行きますか、来年は、うん、これもこう見たら可愛いね。これ定価5000円と8000円って。ハサミ陶器祭りはあれだね、半額だったら本当お得だね、うん、ちょっとこのアップルストア、アップルストアじゃないけど、唯一の近場のアップル商品専門店。なんか MacBook Air っていうかね、うん、あんなんもいいけどさ、ちょっとなかなか10万円となると踏ん切りがつかない。車だったらポンなんかポンって買ってるような気がするけど、なんか10万円ぐらいってなかなか、お、なんかちょっとあれだよねって思っちゃう。じゃーん。ということで、ハリウッドランチマーケット扱ってるお店ね、また来ました。ちょっとね、何かあったら、洋服ですね、何かありますでしょうか。ちなみに前も言ったかな、ここコーヒーとかも飲めるみたいです。ではアプリで見てて欲しいなと思った T シャツがあったの、それを買いました。ではぐるっと見たらね、これね、こんな感じの建物でございます。上の方とか使ってなさそうですね。じゃあ行きます。ちなみに名前はブルブル小倉。向こうの雲とかめっちゃ綺麗。ジム、なんかだんだん古着屋さんっぽくなってきた。スプリームとかもあの辺とかもあるし、なんかいろんなグッドイナフの古着とかも置いてあった。古着だった。ムツゴロウ、なんだムツゴロウ焼き見てる。チョコ？何でもいいよ。チョコレートはありますか？一つ。で、いいの？はい。懐かしい。こっちか。懐かしい。昔からあるもんね、これね。ちゃんと見たら2匹みたいな感じになってるよ。あ、じゃない？本当はね、親子みたいな。ね、うん。親子にちょうどいい。久しぶりに食べてて美味しいわ。魚町銀天街。
セカンドストリート。なんか派手な感じ、すごい派手な感じして面白いよ。これめっちゃ派手じゃんこれ。はい、駅前は暑いね。なんかあのアスファルト地獄って感じ。ちょっと雨とかで降ってくれればね、ずいぶん涼しいけど。アーバンリサーチ。あそこなくなってどうなったんだろう。後で行ってみよう。なんかすごいなんか機械的というか、かっこいいね。なんか逆にすごいね。これどうなってるの、何をするんだろう。なんかやり直しがあるんだろうか、追加で作るんだろうか。あ、こっちもできてる、見て、すごい。天井ができる、天井ができる、でっかい小倉。ちょうど飛行機も、あ、ずいぶん変わりますね。小倉もどんどん変わりますね。これはここ何が入るんだろうね。結局全館アイムになって、コレットね、なんかなんていうの、スカ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 だった。そうそう、なんかね、3階とか4階とかはもうエスカレーターしか使えないみたいな、で壁でもう仕切られてるみたいな、ちょっとさ、そんな感じだった。チャチャタウン戻ってきました。ユニクロでなんか買ったらいいじゃん。ユニクロで最後バスを見ちゃおう。わ、めっちゃバスあるじゃん。はい、ということでですね、もう本当超何でもない日でした。ということで、フルブルー小倉で洋服買ったので、奥さんの分、奥さんバッグですね、で僕 T シャツ買ったので、また別の機会に開封したいと思います。ご視聴ありがとうございました。本当普通の日で、車めっちゃ汚いね、こう見たら。よいしょよいしょ、あ、開いた。